労働者を大切にしてください。労働者は財産です。不安定雇用ではなく良質の雇用を作ってください。大企業は大企業を博士。これから社会を背負っていく若者、そして自分らの子供たちがこういった派遣労働者として働くことのないような、正規社員が当たり前のような社会を作るために、私たちは最後まで戦っていこうと思います。安定した雇用を求め、憲法に保障された生存権を守る公務公共サービスを拡充し、公的保育を守り、商工税を拡充して地域を再生し、憲法に基づく地方自治を拡充するために2011年春闘を力を合わせて戦うのではありません。私たちの目標、この戦いの目標は TPP を止めれば止まると終わるというものではありません。国民本位の経済を立て直していくと、このことが我々の戦いの大義、大きな目標です。 TPP 参加は許さないぞ。ユーザー計画に責任を持て。若者に未来を差し示すためにも、財界の横暴と犯罪国の悪性を断ち切り、春闘で全ての働く仲間の賃上げを実現し、貧困なしで、そして中小企業に仕事を回せ、スタッフ単価やめるなどの国民的世論を大きくしようではありませんか。せっかく夢を持って建設業界へ入っても、半分以上の人が3年未満で辞めてしまう。そういう意味では、今私たちがやる運動、この人として公契約条例をそれぞれの市で制定して賃金の底上げをする、そのことが今まず求められているんじゃないかというふうに思います。昨年12月31日、165名の仲間が日本航空で解雇されました。残された職場は物が言えない暗い職場になっているそうです。物の言えない暗い職場では安全は守れません。私たちは空の安全と安心のためにも戦っていきます。消費税を上げるこのことの前に、この国税通則法を改悪しようという動きが出ています。改悪を阻止する、そして同時に消費税の増税は許さない、そして景気回復のためには、中小業者が元気になること、このことを願って、共に戦っていきたいと思います。国民や事業者に負担増を強いるような解雇報酬引き上げは断じてお断りです。来年に1000円以上を目指して頑張るぞ。なんか平気だよ、みんなみんなが行く、こんな保育制度にしてはいけません。子ども子育て支援システム発売。無事期待の責任で安心して働き、健やかに子どもが成長できる保育制度、みんなで大きく運動して作っていこう。出せ希望、出せ希望、頑張ろう、暮らし頑張ろう、暮らし。労働者派遣法を抜本的に改正しよう。労働者派遣法抜本的に改正しよう。大企業の貢献は悪だね。最低賃金上げろ。1000円以上に引き上げろ。私たちの戦い、救出を回避、私たちのワンワン握り
ていく決意を込めて団結して頑張ろう。